値引きしました。半額。あれです、いつものですが、見てくださいよ、さっきのお客さんですね。バカなクソババ、私ここに500円って書いてたの剥がして300円って書いてたんです。200円、250円、半額にしたんですよ、すべて。そしたらあの人、これ150円ですかって、150円置いて逃げようとしたんですよ。ちょっと待てって言って、こっち買いました、200円。最強ボバ。もうめちゃくちゃ。これ300円、150円半額ですか、そこ200円なの。おかしいじゃないですか、クソババ。走っていきましたよ、クソババは。あのクソババ分かりました。あの分かりやすいようにしないといけないです。バーに分かりやすい、300円だからあるんです。600円を300円にしました。400円を200円にしました。300円を150円、200円を100円にしました。これで何かあったらもうバカですわ。600円を300円にしました。はい、何があるか分かりませんよ、このバカ弁当屋には。そうして取っていきましょう。はい、で上にこういうバカもいます、人の看板に行こう。